スローのフォームです。そうですね、田中がここからドライブで運んでいきました。長谷川、はい、そして狙うを決める長谷川のボール。先ほどもスリーポイントありましたが、織茂は48歳、長谷川22歳です。長谷川仕掛けていってここを決めてきました。最後のオフェンスになりそうです。ここは決めました。長谷川のボール、難しいシュート、よく今は、はい、決めましたね。そしてここでブザーが鳴って、しかしプレッシャーも激しい。ショットクロックは残り4秒、ロングレンジのスリーポイント決まります。長谷川のボールのリバウンドが出てきました。比江島のチェック、激しいチェックからアタックする、よく行きました。トングースクリーンをかけてのところ、野本に1対1仕掛けていって、このシュートが外れました。長谷川昇がブレイクを仕掛けていきました。コールビーです。さあ長谷川中に切り込んで、バスケットカウント、ガッツポーズが出ました。長谷川昇、この激しい守備にいいですね。またここも攻守入れ替わる、飛んでくる、またここも21番の長谷川だ、超えました。長谷川10得点目、いい選手ですね。野本が決まるか決まらない、ナイスリバウンドですね。ディフェンスリバウンド、オフェンスリバウンドから6点、はい、一つ小技を見せましたね、はい、そうですね、出てくふりして戻ってシュートに行きました。渦原が中にさあスティールした、これが秋田のバスケット。中に長谷川決めた、名誉がついていましたが、コールビーのピック大外へというところ、なんとか残したデイビス、長谷川スリーポイント入る、リードを決めたのは秋田。デイビス、スキッパス、長谷川、長谷川のプッシュ、難しいショット決めた、いやー、タフショットで長谷川寄ってきて、ここをカーター選手入れたいですね。スリーポイント決め返したのは長谷川のボール。デイビスのスクリーンから長谷川スリーポイント決めた、バスケットカウント、4点プレー。ただそれをかいくぐるパスを続けている秋田。いやー、ここはいやー、うまいですね、うまかったですね。先ほどの長谷川のシーンですね。このイエローバッツを抜いたところもそう、かける人数が新潟は1人減ってしまいますよね。残り1秒でタフショットを決めた。ここは最後長谷川選手難しいシュートを沈めましたね。得点を狙いに行くことで、まあ、得点が生まれたり、はい、あるいはファールを誘ったりっていうことにつながりますからね。さあ秋田、富樫からのスチールになった。長谷川シュート決めた。いいですね。残り5秒のシュートクロック、見事に決めました長谷川です。高橋光雄、ここもターンオーバー。さあそして長谷川が走る、長谷川レイアップ。第2クォーターの頭も秋田の流れが続きます。はい、秋田、田口対前田、長谷川入っていった、決めた、素晴らしいですね。そして最後は左でしたね、ツイストして左に行ってるんですよね。自分たちのベースラインから長谷川決めた、伸びた。石井がボールをついて、長谷川がその石井のところに行って、長谷川が奪いました。奪って走って長谷川だ。ここは秋田後半の頭、いい守備から得点を奪いました。そうですね、秋田はゾーンディフェンスに見せて、そこからマンツーマンに移行したんですよね。古川のスリーは来ない。しかしまだ秋田12秒です。長谷川が行きました。長谷川、おー、ダブルクラッチ決めた。素晴らしいプレー。もう一回、おー、よく、ここは落ちました。
決め切りました。最後は回転しながらのシュートを出す。デイビスがこの位置にいます。そして中山、中山アタックに行くか、いや行かない。古川回す、長谷川のアタック、ファラタバスケットカウント。来ましたね今、鋭いドライブからここでファールもらっての最後は左手ですかね。すごかったですね。前田ヘッドコーチ、その久しぶりの勝利に向けてこの時が近づいてきました。ここは長谷川、タイム時間の長いシュートでしたね。全く分からないというこの前半残りは5分を切ってます。さあ松が入ってきて長谷川、ここは田渡がディフェンスについていきます。長谷川とのマッチアップ、自分で行きます、エンドワン。ただ古川中に入ってきて自らタグショット決め切った。素晴らしいダブルクラッチですね。なかなかそこもうまく透かされてしまっているので、はい、中山に渡した。中山とバウンドパス合わせた、リーチバックシュート、利き手の左手で決めました。落ち着いて決めてきています寺島亮です。割っていった、割っていった、長谷川、原田、エンドワン、はい、ボールコントロールできるプレイヤーが増えています。中にドライブとか切れ込む、あここもいい守備から奪ってから長谷川、さあ長田、あここも奪った、秋田イージーバスケット、長谷川自分でスリーポイント決めました。通算1000得点までこれであと1点です。クロック残り6秒、ターンオーバーです。秋田の激しい守備が出始めました。長谷川決めました。これで通算1000得点達成。長谷川守るこの表情。高橋さん、秋田の守備の強度が上がりました。そうですね、このファストブレイクポイント、早い攻撃での